松陰学園福島高等学校は、福島県福島市小山町にある私立高等学校。運営法人は、学校法人松陰学園。南相馬市に所在した松江高等学校は、運営法人を同じくする、兄弟校。県立福島高校と区別するため、学法福島と呼称される。ラグビー、陸上競技など一部競技の際には、 松院福島と呼称される場合もある。略称は学福。学校法人石川高等学校とは無関係。1906年に山形県米沢市出身、明治大学法学部に進み、1934年卒業、1942年松院学園の前身である福島電気工業学校を創立。福島県私立学校協会会長。 福島県私立学校審議会委員、福島県相撲協会会長等の各種役職を歴任。1961年1月23日成居。1942年創立者の山森栄三郎は、現代は電気の時代であり、電気が産業の発展、開発を促進し、社会を繁栄させるとの考えから電気を扱う技術者の育成を目的とした福島。 電気工業学校を県と福島市の現在地に創立して、この地域の工業教育の先駆けとした。規律礼節、誠実本校の専門家は、生徒の能力を開発し、電気、電子、建築、土木、商業などの県産業界において、勤勉で、創意と協調性のある職業人の育成を目指す。本校の普通科は、学森や、 技術のための基礎学力を養い、能力に見合った大学進学に成功するように指導する。本校の教育は、心身ともに健康な生徒の育成を目指す。本校では、個人の尊厳を自覚するとともに、家庭や社会、国の福祉のために貢献できる人材の育成を目指す。本校の教育は、規律、礼節、誠実の教訓が、生活態度の基準として身につく。 よう指導する。ビヨンドのう今を超える私。未来の私を目指して、生徒さんへ送るテーマ。面倒見ナンバーワン宣言。先生たちのテーマ。良さと可能性を実力へ。私たちは人間教育を核として、志を持たせ、その実現に向けて、生徒一人、数との良さと可能性を限りなく伸ばす学校を目指します。作詞、古関義夫 作曲、岡本俊明第1章から第4章までの4章の編成になっている。作詞の古関義夫は、福島市出身、大学教授、作詞家、他にも東京都大田区立東、河場の小学校、伊達郡氷町立城下折中学校など多くの学校の校歌を作詞している。作曲の岡本俊明は、宮城県の出身、古関義夫とは他にも作詞、 作曲を共にしている。生徒会長を中心に事務局を構成、役員会、中央委員会、会計監査委員会、6月に行われる最高議決期間の生徒会総会の各議決機関がある。専門委員会として、図書委員会、応援委員会、保健、体育委員会、編集委員会、施設、環境整備委員会、生活委員会、放送委員会、 毎年9月に行われる消盗祭実行委員会が活動する。ありがとうございます。